オシャワはカナダのオンタリオ州の都市である。人口は15万9000人。都市圏人口は約38万人。ダラム地域で最も大きい都市である。オシャワの語源はオジブー英語で十字架を意味するオズハウェイが由来である。一般的に GTA 及びゴールデンホース州の東端とみなされているが、トロント大都市圏の一部ではなく、ウィットビーとクラリントンと合わせて、 カナダで14番目の規模のおシャワ都市圏を形成している。自動車産業が市の主力産業であり、具体的にはゼネラルモーターズのカナダ地域会社すなわちゼネラルモーターズカナダである。1876年にマクローン客社会社として設立されたゼネラルモーターズカナダの本社及び主要組み立て工場が市内にある。 また、サラブレッド競争場の育成牧場である、ウィンドフィールズファームの本拠地でもあり、カナダで最も有名な競争場である、ノーザンダンサーはここで生まれた。市内には、オンタリオ工科大学をはじめとした大学が複数ある、学生都市でもある。市内にある、多目的アリーナのトリビュートコミュニティセンターでは、アイスホッケーの試合や、フィギュアスケートの大会が行われる。かつては、 明確に異なった都市であったが、物質的、経済的、そして文化的に GTA へ次第に組み込まれつつある。オンタリオ湖沿岸にあり、トロントのダウンタウンから 60km 東方に位置する。西にウィットビー、北にスカゴック、東はクラリントンに接する。2016年国勢調査による人種別構成は、浮きの通りで白人が8割と大半を占めているが、 ついで黒人の割合が5.5%とカナダの都市の中では比較的高い。一方、中国系住民は1.4%と少ない。おしゃわ駅おしゃわ空港ウィンザートロントモントリオール、ケベックシティ回廊の中継地点となっているために、交通の便は良く、おしゃわ駅にはビア鉄道の東部近距離特急が発着する。通勤用列車のゴートランジットは、レイクショアイースト線により、 トロントユニオン駅まで終日運行されており、列車の本数も日中でも15から30分間隔と比較的多い。市内にはさらに2つの駅が計画中となっている。ありがとうございます。